はい、えっと、今回は久しぶりにちょっと今僕はあの嫁さんが出産して、えっと、嫁さんが台湾人なので台湾にいて今病院にいますで病院にいるんでやっぱりこう日本に東京でいる時と同じような感じでは練習できません。まあ、近くに ジムがあるんで、まあ、1, 1回ジムに行って練習してるんですけど、まあ、僕とか基本的にこう、まあ、2回ぐらい毎日2回ぐらい練習してるし、まあ、もっとねこうレベルのよりこう高い選手がトップレベルの選手が集まってる環境で練習してるんでこう強度的にまあ足りない部分とかもあってだからこういう部屋の中でできる。 トレーニング、まあ、あと公園が近くにあるんで公園でこう懸垂とか懸垂系とかの筋トレとかも、まあ、プラスでやってるんですけど、まあ、そういう状況結構あると思います。やっぱ仕事で出張してなかなかその近くにジムもなくて柔術ができないとかやっぱ忙しくて充実できないみたいな時にこういう部屋の中でできるトレーニングでも十分こう成長していけると思うんでちょっとおすすめの 今回はこうトップのムーブメントを教えていきます。でまあ、まずはえっとまいろいろあるんですけど、こうパスの動きですね。で、こういう相手のこうパンツを持ってる状態から一気にこう。24まで24までこう。こう行くみたいな。パスガードですね。で、まずこう姿勢がすごい大事で。 えっとまあ、ど,どんなスポーツでもフォームってすごい大事なんですけど、充、ま、術、あ、も一緒で、こうトップのは、まは片足どっちか前でもいいし、両足揃えてても、今回どっちでも好きな感じでいいんですけど、こういう感じでお尻引いて、こう背中がまっすぐになるようにします、であんまりこう肩も前傾しないで、肩も引いて、いい姿勢で、こうなるべくお尻のしっかり筋肉を使った姿勢でやってください。こうこう体がが丸まったりするとやっぱり腰と腰かに負担が きやすいし、あんまりこう足腰の力も使いづらいんで。だこういう姿勢ができるだけでもいいと思います。で、ここから。まあ、ちょっとい足掴んでるグリップのイメージとかして。ワンツーで。こうクロスで抜けます、ね。左から自分から見て、左からパスする場合は。右。左。で、ずっとこの姿勢のままで戻って。遠い足から戻して、次逆ですね。左。 右でずっとこの低い姿勢のまま、まあ、これだけでも結構足腰のトレーニングになりますと、まあ、体幹のトレーニングになります、ね、ここでワン、ツー、スリー、フォーでこういう感じでずっと低いままこうですで、まあ、ステップのためにこういうなんかペットボトルとか1個置いて、まあ、ここに相手がいるとしてイメージしやすいかとでしっかり大きく このラインは越えて戻って戻ってこれをこうちょっとスピードスピード上げて低いままやってみるとかで強度も上がるしあとまあこういう心配系の今ので結構息も上がるんで心配系のトレーニングになってもいいですねプラスあと僕はこうチューブみたいなチューブ持ってきてて でこういうのがあると、まあ、よりなんか練習の幅が広がる例えばここでこれパンツ持ってる相手の足持ってるイメージで入りながら足をこう伸ばすようにこの足が伸びたら24とか入れやすくなるんで、まあ、そういう意識で相手の足のコントロールとステップこう実際こう同時にやらないといけないんでこういうチューブを使うことで ちょっとリアリティがますし、まあ、上半身も使うトレーニングができる、まあ、あとこうステップのバリエーションはいろいろあるんですけどこういうのもよくやってますここでこういうトレアドール入ってプレッシャーかけてる状態ありますよねでここから一気にサイドスイッチ左からパスをかけてる状態から右に。 でまあ、この時のステップの仕方はちょっと難しいんですけどこう、こっちからこの右肩から入ってる状態で常にこのこの膝はしっかり締めてこっちに、なんすかね股関節をこう内線させるっていうか左のケツに効かせる状態を作ったら左に移動しながら体重を今でいうと右から左に移行しながらこの体重移動で一気に逆サイド。 スイッチするこれがこうゆっくりこう歩く感じじゃなくてしっかりこうプレッシャーをパスのプレッシャーをかけて相手にこうディフェンスさせてるからこそ裏を取った時にこのパス効果的に決まるんで入って一気にこっちにスイッチしてバンみたいなこれもこう,です、ね、こ,ういうこういうイメージでこれもちょっとスピード上げて。 やったりとかでこれも一緒です同じこういう低いフォームでやってくださいこれでチューブを使ってこれも同じようにすることができます、ね、これで入った状態から一気にこういう感じでやっていくことができますはい結構行きやがっていい練習に なります本当、で結構いろいろやってるんですけどもうちょっとだけ紹介します。でこうバランスボール、僕持ってきています。これ、バランスボール、空気抜いたら、まあ、コンパクトになって、まあ、そんなに荷物にもならずにかさばらないんで、まあ、あとこれ、膨らませば、そんな重くもないし、結構いいと思います。これで でこういう、こういう、なんだろうな、まあ、ニー,シーズをされてるときとか、リバースデラヒーバーされてるとき、あとはこう、ニーオン・ザ・ベリーでバランス取ってるようなポジションがこれです、ね、でこのポジションから手をついて、で、移動して、こうですね、で、また離して、もうここでバランス取るだけでも、ちょっと初めは難しいと。 思います。こういうこういういポジションで,す、ね、でまあこれもまあフォーム大事でやっぱ結局何,何事もフォーム大事なんで適当なやっぱ体勢でやるのがよくなくて今で言うと意識は、まあ、先と一緒でしっかり腰が丸まらないっていうのはもうこれは結構常に共通するんですけど今回この足ですねこうつま先までこういう感じで反らせるようにしてください。そしたらすごい。 お尻の筋肉、やっぱこう、ケツの筋肉使うのすごい大事なんですよ、ね、そしたらまあバランスも取りやすくなるんで、ここがこう、寝ないようにしてください。まあ、この時は、つま先浮かしたりするのもするし、つま先取る、ついて、バランス取る時も実際あるんで、でまあ、このポジションでちょっとイメージしたりします。ここから 2、4行ったりとかこうロングステップパスこっから一気に腰こっちに来てロングステップパスとかもしていいしまあ床がね今、硬いんで硬いから思いっきりこう腰切ってロングパスとかはやらないですけど、まあ柔らかかったらそういうのもできるかもしれないですね。まあ、今は僕、硬いんでこうちょっとイメージの中でこういうパスあるなとかニーシールドされてたらここで剥がしてとか。まあその 練習してる技とかイメージしていくつかこういうコンビネーションでイメージしたらまた移動してここでまたこっちで両サイドやっぱできると強いんで,まあでも僕もこっちが苦手ですこっち苦手ちょっと下手くそなんですけどまあそういうのもちょっとこういうのでえっと練習してイメージしてバッとかちょっと相手がいるのを想像して ま、やってみるといいと思いますはいこんな感じでまあこういうのを知るとやっぱりこう柔術基本やってる人が急に柔術できない環境に行ったらこうストレスとかたまるしなんかこうやっぱ試合出てる人とかだと、まあ、ライバルがこの間に成長してるって思うと焦っちゃうと思うんですけど、まあ、こういう普段できないトレーニングをすることで逆に なんですかね、逆にいつもとは違う部分が伸ばせたりすると思うんで、まあ、こういうのすごいおすすめですはいまあいろいろ他にもやってることあるんでこんでも今回ちょっとあんまり多くなり,なりすぎても情報がごちゃごちゃしちゃうと思うんでこれぐらいで終わりますみんな「ジュズライフ」楽しんでくださいバイブー